おお、久しぶり。あ、そうですね。あ、久しぶり。チームは。チームも。さあ、平田さん。はい。平田さんの方から先生ちょっとご紹介していただけますか。え、先生ですか。はい。え、そうですね。まあ、僕の中学1年生の時の、野球部の顧問の、はい、はい、江口先生。はい。あの卒業されてからも、あの、はい、定期的にお会いになったりは。そうですね。はい、その大学が、まあ、京産業大学で一緒に先輩なので、うん、はい、まあ、僕が大学決まった時にその時もあの一緒に食事誘ってもらいましたし、あ、もう それぐらいでも高校、そうですね、出てもうずっとそんな感じですね、うん、はい、今年に入ってからもあのシーズン前キャンプ前にお会いさせて、そうですね、毎年いつも誘っていただいて、はい、食事会させてもらってます。その中学校時代に遡りますよ先生、はい、あの当時、はい、野球部員だった、はい、平野少年は、はい、どんな少年だったんですか。ね、彼はね、はい、本当にあの友達を大切にするというかね、そのやんちゃな生徒でも真面目な生徒でももう分け隔てなくっていうか、本当にこの友達からの信頼もあるし、うん、そういう上手にコミュニケーションを取る、うん、そういう生徒でしたよね。それと野球部で、まあ、投手だったんですけどね、練習前にグラウンドをあの大回りで10周走るんですよ、あのバッテリーは。で、私があの練習行かない時は大概サボる子が多いんですよ、走らずに歩いてる子が。しかし私はずっとね見てるんです、それを練習、実は、実は見てる。でも彼は本当にあの顧問が見ていても見ていなくてももうあの自分のペースでその練習前のランニングを欠かすことがなかったですね。はい。でもそのポリシーっていうのはその中学校時代から、はい、もう高校大学プロに変わってないですよね。そうですね、うん、まあその時からもそうだったんですけど、うん、まあ、やっぱり決めたことはしっかりやり終えてないとちょっともやもやした感じで終わるのが嫌だったので、だからその先生にそういうふうに走れって言われて、それがもうまあ、決まり事のようなものだったので、うん、まあ、それはもう絶対やっぱりやって終わりたいなっていうのもありましたし、まあ、けど毎日全部が全部やってたっていうわけじゃないですけどね、それは僕も先生の方見ながらやってたんでどっかで見てんだろうな、今日は大丈夫だろうって言ったのあったかもしれないですけど、はい。